皆さんこんにちは、マリンバ奏者の名倉誠です。私は今年還暦になりましたので、私の人生の中で、重要な時間を過ごした各地で、リサイタルを行ってきています。まず1月には、留学時代を過ごしたロンドンでバッハに集中した演奏会を行いました。そして5月にはこちらニューヨークで、演奏家としての回顧展を、開催しました。そしていよいよ今月の末、10月の末には東京と神戸で夢を追い続けるものという題名の演奏会を行います。この演奏会ではバッハの編曲作品とともに3人のアメリカ人作曲家が私のために書いてくれた楽曲を初演します。私はこの演奏会で3つの夢を実現したいと思っています。1つ目の夢はバッハの音楽をいかにマリンバで演奏するかと、その一つの例を示すというのが一つ目の夢です。二つ目の夢は、マリンバとピアノという二つの楽器が対等に会話をしながら、室内楽的な醍醐味を作っていく、そういったものが二つ目の夢です。そして最後、三つ目の夢は、マリンバとバリトンという今まであまり試されていなかった編成で、歌曲集を移植してそれを世界初演にするというのが夢です。神戸の公演は10月26日土曜日15時開演です。会場は神戸新聞松方ホール。そして東京の公演は10月28日月曜日19時開演です。会場が東京文化会館の小ホールです。皆さんのお越しを心からお待ちしています。 I hope to see you at my concert. Thank you.